皆さん、こんにちは。私はおケいコです。北京中学大学の新旧水難学部の先生です。日本語はまだまだですが、どうぞよろしくお願いいたします。まず、経絡についてお話をしたいと思います。経絡とは何か経絡とは人の体の中で 気と血液が巡る道です。この中は3つのポイントがあります。その1つ目は、経楽は道です。2つ目は、体の中の道です。3番目は、木と血液が巡る道です。それは外の道とは違います。経楽はね、体の中の木と血液が巡る道です。 外の道はもちろん人と車を通しています。傾落は人の中の道です。その中は木と血液が巡る道です。傾落の中に、頸脈と落膜に分けられています。頸脈というのは大きな道を意味する。木を例えると、あの、この真ん中の 幹の部分は頸脈に相当するそしてその隣のところのここから出るものは全部小道ですこの枝は落脈に相当するだから頸脈と落脈はね連絡がある密接な関係があるなんですなぜでしょうか落脈は 経,経脈から出るものです。これはつながっています。だから、一つの言葉で言うと、経脈と絡脈は違うけど、連絡があります。次は、経脈系統についてお話をしたいと思います。前も言いますが、経脈は経脈と絡脈に分けられています。そして、経脈の中は、 十二経脈と気形八脈に分けられています。十二経脈はその後まだ紹介しますが、今は略します。そして気形八脈の中は二つの脈がとても大切なんです。その一つ目は人脈です。人脈は体の中の前の正中性にある 経脈ですこれは人脈といいます。そしてもう一つは後ろにある特脈なんです。体の後ろの正中線にあるものなんです。なぜ人脈と特脈が大切ですかそれはあの十二,脈,十二経脈と人脈と特脈と督脈 プラスと14形と言います。14形は全部ツボがあります。他の形脈はツボがないです。気形8脈の中は。これは形脈、そして落脈の中はもちろん15落脈、不脈、数脈もあります。時間のせいだから略します。次は12形脈について簡単に紹介します。 十二経脈の中は手の三陰形と手の三陽形に分けられています。そして足の三陰形と足の三陽形があります。全部プラスと十二経脈です。手の三陰形の中は手の体陰背経、手の血陰心包形、手の小陰神経があります。手の三陽形の中は 手の陽明大腸経、手の照陽三小系、手の太陽小腸経があります。そして足の三陰径の中は足の体陰比径、足の血陰関係、足の小陰陣系があります。最後は足の三陽系。足の三陽系の中は足の陽明胃形、 足の小腰単経、足の太陽膀胱経があります。そして、十二項脈の流れる方向はどういうようですか普通は、簡単に言うと、手の三陰経は胸から手まで。手の三葉経は手のところから頭のところまで。足の三葉経は頭から足まで。 足の三陰家は足から腹部あるいは胸のところまでです。うん、この人模型を見ると手の三陰家は胸から手まで手の三陽家は手のところから頭のところまでそして足の三陽家は頭のところから後ろあるいは外のところから足までそして足の三陰家は 足の内側、ここから上に出て、そして服、あるいは胸のところまでです。次は、十二経脈の流れる順についてお話をしたいと思います。十二経脈の離れるの順番は、肺、はい、からです。だから、はい、次は大腸、次はい、次はひ、次は心、次は象徴、 次は膀胱、次は腎、腎の後は心胞。次は参照。次は単。最後は関。関の後はまだ肺に戻ります。だから気候を練習するときも大終点と小終点があります。先ほどの順番は肺から最後関までまだ肺に戻る。というような順番は大終点とも言います。小終点は前、 気形八脈のところも紹介しますが、任脈と督脈のところをつながって、これは小臭点と言います。経脈の内容は以上です。次はツボについてお話をしたいと思います。次はツボについてお話をしたいと思いますが、ツボとは何か壺は体表にある部位で、 経絡を通っっててとつながっています前もご紹介しましたが、臓腑は体の中にあるものですが、ツボは体表にあるものなんです。なぜ体の中のものと外のツボがつながっているですかこれは、経絡を通して体の中の臓腑と外のツボとつながっています。 だから、臓腑は何か病気があれば、壺のところから見える。そして、壺のところを治療すると、臓腑を調節作用もあります。それは、壺はなぜ病気を治療することができるというものなんです。もちろん、壺はね、他の名前もあります。例えば、輸血、高血、血糖など、いろいろな名前もあります。 壺の種類についてご紹介いたします。壺の種類は、ケーケツ、キケツ、アゼケツに分けられています。ケーケツは、14ケーケツとも言います。なぜケーケツと言いますが、ケーケツはどういうものですか簡単に言うと、ケーケツはね、名称があり、位置が明確で、 14経に属するツボなんです、うん。前も紹介していますが、手の三陰経手の三陽経足の三陰経足の三陽経プラス任脈と特脈。これは14経脈。14経脈にあるツボは、そして名前もあって位置も分かっているツボは、経血と言います。気血はどういうものですか 帰結は名前もあって、あの部位もはっきりわかっています。一つの区別は1 4形に属さないつぼです。これは帰結と経ケの区別です。帰結と経ケは全部名前があって、部位もわかってだけど、経ケは1 4形に属すつぼ。キケは 十四形に属さない壺です。これは区別です。そして、さアゼケツ。アゼケツはね、名前もなくて位置もわからないです。ただ、厚点や部位がある。あるいは幹部のところ。その他の反応点などがある壺のところです。だから、名前もなくて位置もわからないです。ただ、厚。 ある,あるいは幹部はここにあるあるいはそ,その他の反応点などのところはあぜけつと言いますもちろんあぜけつ名前をあの命名されるのは唐の時代の孫志柏区という有名な医師から命名されていますこの命名は一つのことわざがあるなんです それは、あの、ある年寄りの方は足が痛くて、そして、孫先生の診察室に来ました。だけど、本の中、記載の鎮痛の壺は全部効果がなかったです。孫先生は考えて、この壺だけですか鎮痛の作用があるの。他の壺ありますかそして、自分はね、 患者さんの体のところを検査して、そしてこの患者さんの右の膝のある部位を押さえると痛くて、だからこの患者さんは、あっと言いました。そして先生は、ここですかここですかとか、中国語で言うと日本語のはいの意味は、しと言います。だからこの方はね、痛くてあっと言いますか、そして答えるときも、 しと言いましたその後は、あししゅえと命名されました。だから日本語ではあぜけつと言いました。これは、壺の種類はこの3つの種類があります。けいけつと、きけつと、あぜけつ。その他は、壺の治療作用はどういう作用がありますか簡単に言うと、3つの作用があります。 その一つ目は近地作用。二つ目は遠知作用。三弁目は特殊作用。まず、近地作用について簡単に紹介します。近地作用は、幹部の近いのところのツボは、この治療作用があります。例えば、目の周りのツボは全部目の病気を治療する効果があります。あの、鼻の あたりのツボは鼻の病気を治療することができます。もちろん、胃のところのツボ、前は後ろとか、このツボは全部胃の病気を消化傾向の疾病を治療する作用があります。これは近地作用と言います。遠地作用は、ツボと幹部は距離が離れて、だけど治療作用があります。これはなぜでしょうか先ほど紹介したが、 経絡によって、この治療作用があります。だから、これは普通は、あの、経脈と関係があります。例えば、胃のところが病気があって、胸化系統の病気があって、そして足のところのツボが治療作用があります。例えば、足の三里。この作用は、経絡を通して、臓腑を調節作用があります。だから、というのは、遠地作用と言います。 特殊作用は、うん、普通は先生の経験によっていろいろな特殊の治療作用があ,るあります。例えば 100A。1 0 0は人の一番後,後ろ高いのところのツボなんです。このツボは下の内臓下水の作用があります。例えば胃潰水とか腎臓下水とか子宮脱,脱水とかあるいは脱肛とか というような病気は全部に対して治療効果があります。これは特殊作用といいます。昔の先生の経験なんです。今日は、経落と壺の紹介はここまでです。ご清聴ありがとうございました。